時刻は8時を回りました。FM 小座をお聞きの皆さん、おはようございます。7月4日、マイオアシス、これから2時間生放送をお送りします。沖縄市ジオーパークアベニュー入り口、国道330沿いにあります、FM 小座のスタジオから、今日は私、サリーがお送りしていきますよ。はい、あの、先週はですね、皆様、 私ちょっと仕事の都合でお休みさせていただいて、ピンチヒッターでね、昨ーが出てたんですけれども。<laughs> はい。すいません。失礼しました。今日はね、また今週は元気にお届けしていきますので、皆さんお付き合いよろしくお願いします。はい。もう沖縄ですね、一足先に梅雨明けしまして、毎日夏ですよ、夏モード。もう今日も 朝から素晴らしく天気が良くてすがすがしい天気になってますよ朝になってますよはいでもあのー、ちょっとね心配なのは台風3号がね発生していまして沖縄も少し昨日の夜とかね昨日は雨が降ったり風が強かったりしてるんですが皆さんねあのまた九州の方にねちょっと近づいとるという近づいとるという <laughs> 情報が出てますのでね、気をつけていただきたいなと思います。はい。ではでは、毎週ね、このマイオアシス、まあ、月曜日から金曜日まで帯番組でね、パーソナリティが交代で変わるガバル、放送してるんですが、今日のトークテーマ、発表します。使いたい魔法。はい。 もう魔法ね、永遠の皆さん憧れですよね。いろんな魔法を使うようなね、映画とかアニメもたくさんあるんですけれども。私もあの、サリーという名前なので、よくあの、サリー、サリー、魔法を使い、サリーって歌われたりするんですけれども。まあ、これでね、大体の年代がバレるんですけれどもね。<laughs> はい、皆さん一度はね、絶対、魔法使いたいな、こんな。 魔法を使いたいなって考えたことあると思います。なので今日のトークテーマは使いたい魔法です。皆さんぜひ教えてください。メールアドレスは761アットマーク FM コザ .jp761 アットマーク FM コザ .jp です。また、FM コザでは Ustream とツイキャスでも 映像と音声をネット配信しております。FM コザのホームページからね、見ることができますので、皆さんそちらからもチェックしてみてください。よろしくお願いします。今日のトークテーマは、使いたい魔法です。よろしくお願いします。ではでは、今日も8時から、この後10時まで、2時間生放送を元気に楽しくお送りしていきますので、皆様、最後までお付き合いよろしくお願いします。 さあ、本日のオープニングナンバー、世界の終わりで、マジック。 买啊！ <Bye. S 2> <My answer. S 1> 時刻は8時11分を回りましたこの時間は、えー、沖縄地方のお天気道路交通情報をお伝えします まずはお天気から7月4日火曜日今日の沖縄地方は、えー、太平洋の高気圧に覆われておおむね晴れております本島中南部、えー、晴れ朝から昼前曇りところにより昼過ぎから夕方にかけて雨が降るでしょう降水確率が、えー、朝6時から 夕方6時までが20%。そして夕方6時から深夜12時までが10%となっております。まあ、沖縄でですね、もうこの時期、夏になると傾いしますね、しょっちゅうね。いきなり降ったりやんだり、忙しいですよね。はい。今日もね、もしかしたらところにより、昼過ぎから夕方雨という予報が出てますのでね、皆さん、あの、洗濯物干すときちょっと注意しながらね、干してみてください。 日中の最高気温32度。暑いですよ。はい。もう最近はね、本当に10分外にいるだけで日焼けしますからね。皆さん、あの、沖縄遊びに来ている方、ぜひ日焼け止め塗ってくださいね。日焼け止め塗っても日焼けしますのでね。はい。塗らないと寝れなくなりますからね。大変ですよ。はい。そして、風。えー、南の風。 波は2.5メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。はい。そして沖縄本島地方沿岸の海域では波が高くなっています。海上や海岸付近では4日夕方までうねりを伴った高波に注意してください。はい。ではでは、え、ツス、ツイキャスからリスナーの皆さんのお住まいの全国のお天気。 お伝えします。もう、鼻が詰まってね。大変だね。<laughs> なんかみんなね、ごめんね。聞いてる方が、うんってやりたくなるでしょう。<laughs> はい。えー、っとですね。まずは、こちら。ちゃんおかさん。サリーちゃん、名具、皆さん、おはようございます。今朝の名古屋は台風の影響なのか、朝から湿度高めの生暖かい、いや、 すでに暑い曇り空ですって。あ、はあ、この湿度高い暑いのは気持ち悪いよね。ジメジメしてね。はい、もう梅雨ですね。皆さんのところまだ梅雨かな。はい、曇り空なんですね。ありがとうございます。続いて NUJ さん。おはようさんです。今朝の横浜は台風の影響なのか、曇りのち雨。予想最高気温は 31度ですって。あ、暑いね。横浜もね、31度。はい。台風、そうですね。台風が、あの、本土の方にね、近づいてますからね、接近してるからね、そうなのかな。ありがとうございます。えー、そしてこちら。えー、ヨ弘中村さん。おはようございます。今日の神戸は、曇りのち雨。 最低気温25度、最高気温が29度。雨はお昼から降るようですって。はい、ありがとうございます。あれですね、全国的に曇り、雨ですね。だけど気温は高いね、最高気温29度。まあ、こういうね、なんか、なんていうの、じめっとした、<laughs> 暑い時の方が熱中症になりやすいっていうのをちょっと聞いたことがあるのでね、皆さん気をつけてください。 <laughs> はぁ、あ、息ができないな。いみちおじさん。サリーちゃん、裏ボス、かっこめぐちゃん。おはようございます。<laughs> 誰が裏ボスやねんってさっき突っ込んでたよ。今日の焼肉あんあん上空は、うっすらはあ、いかんいかん。うっすら雲がかかっております。<laughs> 誰がハゲじゃん <laughs>。 最近こうテレビつけるとよく聞くからねこれね <laughs> このワードね <laughs> はいここ焼肉あんあん上空とも来月にはおさらばになります引っ越ししまーすってイミッチャさんんそうなんですね毎回ね焼肉あんあん上空からお天気情報を伝えてくれてたんですがお引っ越しなんだね今度はどこの上空からねえ <laughs> <laughs> どこの焼肉アンアンに行くのかなって <laughs> あ。あ、アンアンはもう決まってるんだね <laughs>。楽しみですね。はい。続いて大塚健二さん。埼玉は降水確率60%。今は曇ってます。最高気温35度ってよ。最低気温25度の予報です。あれ、すごいね。35度は大変だね。暑いね。うん。 湿度,湿度が高く過ごしにくいです。小座にはシャワーがありますかシャワーがありで放送ですかあごめんごめん。シャワー上がりで放送ですかセクシーですって。<laughs> シャワーないですね。<laughs> 妄想が過ぎますよ。<laughs> シャワーないですよ。はい、そして えーっとですね、どこかなこちら、コスモさん。お久しぶりですね、コスモさん。札幌、現在、18度です。涼しいよって。寒くない <laughs> 沖縄からしたら18度寒いよ。ねこんなにも差があるのすごいですね。あの、なんだったさっき、あれさ。 えっと埼玉は35度差そして札幌は18度すごいねこの気温差はいそしてかっちゃんかっちゃんの恋愛天気予報兵庫県は嫁の怒りの台風3号の影響により曇っており落雷や大雨突然の突風夕方から明け方にかけて通過するため かっちゃんのハートも全部吹き飛ばされるでしょう。27度。<laughs> 最後に温度だけ。え、まだ喧嘩してるのちょっと早く謝ってかっちゃん。プレゼント買ってから。はい。そう、コスモさんが真冬は氷点下20度だよって。氷点下20度ってもう想像がつかない。人間凍らない大丈夫 <laughs> そして、えー、アルファウィングさん、今日の久米島の天気は晴れ時々曇り、気温は最低二十七度、最高気温が三十二度、降水確率は二十パーセント、風は南からの風、波の高さは二点五メートルから二メートルでうねりを伴うという予報が出ています。ヤフー天気よりってありがとうございます。 ごめん,、ね、なんか皆さんこうやって帰ってくれてんのにさ自分の鼻声がさこう何て言うのこのイヤホンしてるからダイレクトにこの自分の鼻声が聞こえてくるからさちょっとよ笑ってしまったごめん <laughs> はいえー、そして <laughs> 貝原さんめっちゃ鼻に詰めた子ティッシュ詰めた子やなって鼻にティッシュ詰まってないですけどね <laughs> はいえー、そして えー、こんな感じかな。はい。えっ、ー、と。では、ツイキャスから、皆様のお住まいの天気情報でした。続いて、沖縄地方道路交通情報、参りましょう。まずは、沖縄自動車道からですね、えー。この時間、那覇インターチェンジの方ですね。少しだけ渋滞しております。その他はスムーズに流れてますね。えー、でも 規制がかかっております。上りですね。西原インターチェンジから那覇インターチェンジ間。上りで、ね、工事のため規制がかかっております。そして、えー、こちらは、沖縄南インターチェンジ付近ですかね。あ、南北中城区間ですね。<laughs> こちら、えー、っとね、あれ。 山里バス停付近、工事のため規制がかかっております。そして、金インターチェンジ付近、上り下り、こちらも工事のため規制がかかっております。そして、えっと、故障車も出てますね。那覇インターチェンジ付近、下りで故障車が出ております。そして、北中ぐすくインターチェンジ、汽、えー、車場トンネルかな、入り口ですね。 付近で故障車出ております2軒で、ね、故障車が出ているので気をつけて運転してください続いて一般道、はいえー、沖縄市は、ね、混雑はなくスムーズに流れております前原交差点大蛇名交差点間こちら少し渋滞がありますね国道58号線牧名とグスクマそしてアジャ交差点も渋滞しております えー、そしてですねこちらはアハチャギボあたりでもねこう渋滞してますね規制もかかっております那覇古島インターチェンジ浦添西原トンネル間南行き北行き両方ですねえー、第1車線が規制されておりますはいということで皆さん朝はねやっぱり通勤通学でねこん 渋滞してると思うんですけれども安全運転でよろしくお願いします FM 小座から見て見えるお天気いい天気ですねさっきまで太陽がさんさんと降り注いでいました今はちょっと雲で隠れてるけどでも青空は見えてますね風は少し強いかなっていう感じですえー、車はスムーズに流れておりますよはい 皆さん今日も一日元気に楽しく過ごしてまいりましょうこの時間は沖縄地方のお天気道路交通情報をお伝えしました さあ、えっとですね、先ほど、すいません、失礼しました。お天気情報、ツイキャスからね、えー、お届けしていたんですが、ちょっと私が、飛ばしてしまった、記事があるみたいです。ル <laughs> ドルフさんですね。はい、さい。おはようです。サリーちゃん、メグ、今日も元気に。関西の某所は、27度、ムシムシしてますよって。そう、27度、暑いですね。 暑い、そろそろもう皆さんのところもね、もうムシムシ暑いね。雨になりそうですよって、ルドルさんが。うん。この雨降る前のさ、じめじめ、嫌だよ超嫌だよね。<laughs> 気持ち悪いよね。はい。うん。皆さん、雨にも負けず、暑さにも負けず、頑張りましょう。はい。えー、そして、 ちょっとメール来てるのでね、ご紹介してみきましょう。こちら。龍神正也さん。サリーメグ、おはようございます。今日のテーマ、使いたい魔法。自分が使いたい魔法は、武空術を使いたいですね。空を自由に飛んでいろんなところに行きたいですね。沖縄にもすぐ行ける。 ああ、いいですね。空飛ぶのね。飛んでみたいよね。でも、あの、保育園生、幼稚園生の時によく空を飛ぶ夢見てたんだけど、怖かったよ。<laughs> なんか、だって怖いじゃん落ちたらどうしようみたいな。<laughs> 空飛んで落ちる夢見てた。<laughs> 怖い怖い。まあでも空は飛んでみたいよね。確かにね。 気持ちよさそうよね。はい。ありがとうございます。あ、リクエストも来てますね。探してみましょうね。え続いて、こちら。ございます。サーリーメグー。3週間ぶりにサーリーの顔見れたと思ったら。なにこの厚着。沖縄はサマータイムよ。長袖つけたら熱中症になって大変するよ。はい。今すぐ脱いで。 <laughs> 一人で脱げないんだったら、青さんが脱がして取らすね。って。<laughs> てか、あさっては青さんの誕生日だから、あと、うんあとから年の数だけ注意して取らしてね。してテーマなんって <laughs> 誕生日なんですね。ああ、そっかそっか。青さん一応この、 メール、ちょっとか、ちゃんと証拠として取っとくからね。なんかあった時すぐこれ見せるから。暑 <laughs> 着じゃないですよ。私はあの、エアコンが苦手で、なんかなんていうの、霊感鼻炎。寒いの、寒くなると、こう、花が詰まるっていうやつだけさ。だから、寒くないんだよ、今とか。エアコンつけていいぐらいなんだけど、 エアコンに敏感でからすごくこうやって鼻つもる。<laughs> はい、ごめんなさいね、皆さん。してテーマなんでじゃなくて、テーマは使いたい魔法です。青さんが使いたい魔法。ちょっと怖いけどなんか。<laughs> 健全にね、お願いしますね、皆さんね。はい、今日のテーマは使いたい魔法ですよ。よろしくお願いします。<laughs> あ、けあそうねではでは、これがないと始まらないですねそれでは参りましょう今日も元気にうちなあぐちラジオ体操ごそうよ、ちゅうがなびらラジオ体操で一。初めてなびなさいけんなおめえからワービングあげてのびのびと背のびる運動からさいティーチ、ターチ、ミーチ、ユーチ,ユーチイチチ、ムーチティーフサの運動 みそおち北のまぎのばし運動祭1、1、もう1、7、8、1、1、1、1、1、1、1、1、1、もう1、けんなみぐらしみそおり、ふかんかいみぐらち、ふちんかいみぐらち1、もう1、7、1、1、1、1、1、チタ1、1、1、1、1、1、ち1、1、 もうけんなの運動ひさひらちゆくんかいふみそりいちち、もうじちなちやちちたちみちゆうちいちち、もうちどうゆくんかいちんまきる運動さいみちゆうち かいてて屈伸かいのばしみそれティーチターチミーチユーチエチチモーチケンナウヤーなかいとをねじる運動さえひざいひざいに巻きこ7ちやちにじりひざいにじりひざいひざもどちティーチターチミーチユーチエキチモーチ やちティーチ・ターチ・ミーチオバクシエヤマチェナイビランドヒサイクンンジャチナナメシチャンカイ正面ケンカティーニハインティーチ・ターチ・ミーチ・ユーチケンナフヤナかいどうミグロスルウンドミーチ・ユーチ みチ、ゆうちひさむごさんなかいタッチのいすさんなかいとびみそうでひらっちゃい閉じたいひらっちゃい閉じたいテンション上げみそうでをさえティーふたのうんどうみチ、ゆうちいちもちチ、らちタッチゆうちいチ。

さあ、マイワシス8時から10時まで2時間生放送をお送りしておりますよ。今日のテーマは、使ってみたい魔法です。<laughs> すいませんね。ツイキャスのリスナーの皆さん言いたい放題でちょっと笑ってしまってんですけども <laughs>、はい。今日のトークテーマは、皆さんが使ってみたい魔法で募集しておりますよ。メールアドレスは76、761-FM コザ。 ットですまたね、fm コザではツイキャストユーストリームで映像と音声をネット配信しておりますので皆さんそちらからも参加してみてください。でもあの、このトークテーマだけはね、メールで送っていただけると採用率上がりますのでね、ぜひよろしくお願いします。今日のトークテーマは使ってみたい魔法でお待ちしております。よろしくお願いします。 Bye. My outfit. Oh. 時刻は8時34分を回りました。この時間は琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えします。まずは沖縄タイムス総合面から。県内最大級三栄新設6日着工 19, 19年開業2019年。 ですね、開業。県内流通最大手の三栄は3日、浦添市役所で会見し、同市のキャンプ金沢沖の埋め立て地に建設する大型商業施設の概要を発表しました。店舗数はイオンモール沖縄ライカムを上回る230店で、県内最大規模になる見通しです。 目玉テナントの一つとして体験型映画館ユナイテッドシネマが出展します。6日に着工し2019年の夏の開業を目指しております。総工費は約400億円。同シネマの県内出展は初めてとなります。県内最多となる11スクリーンで営業する予定です。映像に合わせて 座席が動いたり、水しぶきが出たりする新感覚の体験型アトラクションシアターの導入を検討しています。映画館だけでなく、舞台を設置して音楽ライブなどの催しも展開するなど、総合的なエンターテインメント施設を目指します。商業施設は鉄筋コンクリート6階建てで、1階から3階に店舗が入り、 悪天候でも利用しやすい立体型駐車場を中心に約3800台の駐車場を備える予定です。外食やサービスのテナントを含めた総賃貸面積は約7万8000平方メートルでイオンモール沖縄ライカムと同規模となります。店舗数はライカムより約10店舗 上回る予定です地元客は新しさ国内外の観光客には沖縄らしさを体験できる交流施設をイメージしておりますすごいね <laughs> すごいものがまたできますね三栄さんはい楽しみですね続いてえー、っとこちら有給新報を社会面からお伝えします 特殊詐欺多発。警察官や観光庁職員などを名乗って騙す振り込め詐欺の一種、オレオレ詐欺が4月以降、沖縄県内で急増し、あ、失礼しました。急増しています。オレオレ詐欺は2011年以来6年間発生していませんでしたが、3日までに5件、そのうちの1件は 親族を名乗る詐欺が発生し、被害総額は約6200万円に上ります。被害には至っていないものの、本島中南部では、警視官の井上、沖縄県警の川口などを名乗る不審な電話が十数件以上、十数件以上確認されています。 複数の詐欺グループが県内に入っている可能性もあり、県警は注意を呼びかけています。犯人は複数人で、公的機関を名乗る劇場型で被害者の高齢者を信じ込ませ、直接対面して現金やキャッシュカードを騙し取る手法をとっております。えー、警察庁によると、全国のオレオレ詐欺の認知件数は、 2017年1月,1月から4月までで2260件となり前年同期比419件多いペースで増えています。はい皆さんあのいろいろとねまた手口も巧妙になってるみたいですのでねぜひあの不審だなって少しでも思ったらねすぐにあの相談してください。 すぐ信用したらダメですよ。気をつけてください。え続いて、離島月光57便、台風3号沖縄遠ざかり九州へ。台風3号は3日午後10時現在、東シナ海を時速約35キロで北北東へ進んでおり、沖縄地方からは遠ざかっています。 4日の朝には九州北部に接近し上陸する恐れもあります石垣島地方には3日未明再接近しましたが午前9時ごろには強風域を抜けました石垣市と竹富町によると人的被害の報告はありません石垣島と周辺離島を結ぶ船舶は 朝の時間帯を中心に一部欠航となりました沖縄本島と渡嘉敷阿国島などを運航している船便を含め合計57便が欠航しましたはいということでねまたねあの九州の方にも近づいている予報ですので皆さん気をつけてくださいまたもうこの時期はねいろいろと台風が 発生してくる時期だと思いますのでね台風対策皆さん今一度ね確認して、えー、台風対策していきましょう以上この時間は沖縄失礼しました琉球新報沖縄タイムズの長官から記事をお伝えしました時刻は8時41分。 分は回りました。それではこのコーナーです。今日今日今日は何の日？はい今日は何の日のコーナーですよ。あれ沖縄手帳あと<れ>ってきてなかったのかな私あ,ありました。 はあ、失礼しました。沖縄手帳からご紹介していきますね。えー、今日は7月4日ですね。7月4日。水の絵、辰の日。旧暦が5月11日となってますね、えー。本日の満潮時刻が午前3時25分。そして午後4時48分。環潮時刻が午前10時23分。 そして午後10時13分となっております。今日は、えっ、ー、と、1954年、米国風ショッピングセンターのプラザハウスがオープンしました。はい。プラザハウスといえば、エ v 小座コザからも近いですね。あのー、公開生放送でもね、何度か、えっ、ー、と、このプラザハウスからね、お届けしてるんですが、今日は、 オープンした日だそうです,よ7月4日すごいね1954年ってよ結構長いですねはい続いてネットから見てみましょう誕生歌木蓮紫色、えー、花言葉が自然愛だそうです自然愛はい、えー、そして 7月4日だから今日は、えの、果物の梨の日。そして茄子の日。うん。そしてア、アメリカ独立記念日だそうです。うん、そうなんですね。えー、っと、こっちから、1776年、アメリカが英国からの自由と独立を宣言しました。うん、だから独立記念日なんですね。 えー、そして1862年、エイ・オックスフォード大学の数学教授、チャールズ・ドジソンが友人アリス・リデルのために作った不思議の国のアリスは出版しました。おえー、友人のために作ったんだ、不思議の国のアリスって。はい。これね、あの、ディズニーの映画にもね、なってますね。また最近では、あの、 実写化もしてジョニー・デップがね出たりしてね人気な映画ですね「物語」「不思議の国のアリス」えー、そして1946年フィリピン共和国設立うん1946年なんですね、えー、そして1947年初の経済白書社会と 片山内閣により発表。<laughs> 裏返がったね。裏返がった声がどっかいった。片山内閣により発表。1951年、第1回、プロ野球、オールスターゲーム。うん。そして1952年、破壊活動防止法な、な設立。 1966年新東京国際空港成田に決まる、うん、いろいろありますねはいこんな感じでしょうか以上この時間は今日は何の日のコーナーをお届けしましたうん さ龍神雅也さんからのリクエスト「生駒明でダイナミック琉球」。 お届けしたのは、龍神正也さんリクエスト、アキ明で、ダイナミック琉球でした。 さあ、迷わしすー生放送でお送りしておりますよ。今日のトークテーマ、使いたい魔法です。さあ、ちょっとツイキャスからね、来てたのでご紹介していきましょう。こちら、吉弘中村さん。魔法を使えたら何を使いたいか。絶対、テレポーテーション。だって、交通費かからなくなるじゃん。即沖縄行けるわ、って。<laughs> 間違いないね。テレポーテーション使えたら最高だよね。だってもう、あれじゃん朝も超ギリギリに起きるよね。<laughs> だし、旅行もすぐ行けるし、最高だよね。どこでもドアみたいな欲しいもんね。確かに。そしたら、あれだね、もう道歩いてる人いなくなって、静かになるね、この世はね。怖いね。 <laughs> もう肥満だらけになるよみんな歩かないから大変になるでもテレポーテーションは確かに欲しいね使いたいねはいありがとうございますえー、っとサリは何が使いたいかな魔法うーんとねうーんとね <laughs> あの3分。ふーん 魔法か何だったかななんかちょっと考えてたんだけどさテレポーテーションみたいのは確かに使いたいねはいちょっと考えとくえー、っとメール来てますね見ていきましょうはいさい中村ですもし魔法が使えるならあ今言ってくれたのだね中村さんテレポーテーションどこに行くにも一瞬です 交通費なんてもう必要ありません。沖縄にもいつに、いつでも行けるのです。なんて素晴らしいことでしょう。ギリギリまで家にいて出社なんて15分前に行けばいい。行きたいライブやイベントにもどんどん行けるのです。素晴らしい。当面人間と悩みましたが、時間を考えなくていいテレポーテーションにすることにしましたって。はい、メールでね、ありがとうございます。そうだよね。そうそうそう。 ギリギリまで家に入れるからね仕事前とかね休み時間とか家帰れるしねいいよね <laughs> 透明人間ね透明人間も一応なってみたいね透明人間になってみたいな透明人間になったら何するかなうん何するかななんかあの自分がこう一人で行けないところとかを行ってみたいよねうん とかなんか普段見れないようなさ現場とかこう見に行きたいよね、うん、例えば何よってなるけど <laughs> なんか、うん、何があるかな何があるかななんか映画館の裏側とかみたいね映画じゃないんかいみたいな <laughs> 映画見るんじゃないんかいって感じだけどね、はい、透明人間もいいね伊見蝶地さん 火曜日の朝はツイキャスの画面のサーリーに釘付けでよくメールを送り忘れるいみちおじさんです。<laughs> どこ見てんのよ。<laughs> 今日は途中でサリーちゃんが厚着しよったからメールを今のうちって慌てて売ってます。<laughs> 厚着って全然厚着じゃないですけどね。これねパーカー1枚羽織っただけですよ。今日のテーマ使いたい魔法。 おじさんが使いたい魔法は、なりたい動物になれる魔法かなおじさんが一番なりたいのは猫。ええー、そうなの。意外。猫になりたいの。<laughs> あの、自由気ままに歩き回り、行きたいところに行くし、寝たい時に寝る、食べたい時に食べる。愛想なくても、愛、愛想なくしてても、可愛い,いって頭、なでなでるさ、なでなでされるさね。 正直、うらやましいです。顎の下とかな撫でられてーって。<laughs> 撫でてあげるってよ、メーグさん。優しい。あとは鳥になってそだ空を自由に飛んでみたいね。ただ、虫にだけはなりたくないかな。足が無駄に多い,は多いのは苦手だな。歩きづらそうだよね、一応ね。<laughs> なんで あんなに虫があ、あ、足があんねんって思っちゃうし、FM 小座にサリーちゃんの体操を見るためにガラスにくっついてたら、メグちゃんに丸められた新聞でたっぴらかれそう、たっぴらかされそうだから。メグが叩いたら痛そうさんねって。<laughs> はあ、確かにね、足多いよね。なんであんなに足多いんだろうね。だって、二足方向でいけるよ。 <laughs> 6本もいい 4, 4本も無駄 <laughs>、ね、でもあれよねこう1個足がもぎ取れたぐらいではほら歩けるさ <laughs> <laughs> だから予備の足じゃない予備の足ね <laughs> はいって,って言ったらさムカデとかいらなくない足あんなに <laughs> あんなも足いるみたいな。 ね虫はちょっとやだね。猫になりたいんだ。確かに気ままでいいね。サリーはね、イルカになりたい。いいね、うん、泳げるよね。泳げるし、<laughs> 泳げるし、賢いし、愛されてるしね。イルカになりたい。<laughs> はい、こちら。つかーさん。 おはようございます。サリーさん、めぐみさん、沖縄市のつかぴーです。おはようございます。使いたい魔法。僕の身長を生まれた時の正常に戻してほしいです。あ、ごめん。身長じゃない。体を。生まれた時ってあんなちっちゃくなりたいのかなと思ったさ。身長って言うから。身長って呼んじゃったから。体ね。の ゆっくりのんびり一日を楽しみますサリさんメグさんいつもありがとうございます今週もよろしくお願いしますってはいいやこちらこそツカピーさんいつもありがとうございますはいまああの気持ちが大事ですからねツカピーさんねツカピーさんいつも元気だしこうやってみんなに元気くれてるからね大丈夫だよ一日楽しむことが大切ですねはい考え込まずね楽しんでいきましょう さて、ツイキャス。うん。はい。そうですよね。メールこんな感じでしたね。今日のトークテーマは、使いたい魔法で募集しておりますよ。761-fmcoza.jp でよろしくお願いします。この後9時台、ハイサイ沖縄シティのコーナー、そしてサリの123のコーナーもありますので、皆様、9時台もお付き合いよろしくお願いします。 時刻は9時を回りました。ハイサイ沖縄シティのコーナーです。このコーナーでは沖縄市の役立つ情報を沖縄市の広報誌、広報沖縄からお伝えいたします。ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りします。暮らし平成29年度国民年金保険料の免除申請は 7月3日月曜日から開始です。免除期間が平成29年7月分から平成30年の6月分となります。前年所得が判定基準となるため、所得申請がまだの方は先に申請を済ませてください。過去2年間の免除申請についても相談できます。離職などをされた方は、 別途必要書類が必要となる場合があります。代理人申請の際には、申請者の認め印、代理人の身分証明書が必要となります。世帯が別の方が申請する場合は、委任状も必要です。委任状は、年金事務所及び市民課国民年金担当窓口でご用意しております。 また、日本年金機構公式サイトによりダウンロードもできます。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせ、小座年金事務所、お電話番号、933-2267、933-2267までよろしくお願いします。えー、そして、市民課国民年金担当、内二2130、 21312133までよろしくお願いします。続いて、えー、マイナンバーカードの休日交付についてのお知らせです。7月29日の土曜日、そして30日の日曜日、えー、時間が午前9時から11時30分、マイナンバーの休日交付を行います。 事前にお電話で予約の上お越しください。お問い合わせは市民課内線312731283115までよろしくお願いします。続いて、軽度、中等度、難聴時、補聴器購入費の女性の申請を随時受付します。 軽度または中等度の、えー、視覚障害の、あ、失礼しました。聴覚障害のある児童に対し、補聴器の購入または修理に要する費用の一部を助成します。対象は、沖縄市に住所を有する方で、次の要件を全て満たす方となります。1、新整備の時点で、 18歳未満の方に、両耳の、両耳の聴力レベルが30デシベル以上、70デシベル未満の身体障害者手帳を交付対象とならない方、補聴器の、えー、装着により、言語の習得などに一定の効果が期待できると、 身体障害者福祉法に規定する自備因郊科の指定医師から判断されていること。次の場合は対象外となります。女性対象者及び女性対象者の属する世帯員のうち、市民税所得の割額が46万円以上である方がいる場合、 そして、他の法令などの規定、障害者、総合支援法などによる給付が受けられている場合、購入後の助成は受けられませんので、事前にご相談ください。お問い合わせ、障害福祉課、内線3153までよろしくお願いします。続いて、後期高齢 医療係からのお知らせです。非保険者証及び減額認定証について、平成29年8月から非保険者証及び減額認定証が切り替わります。有効期限は平成30年7月31日までとなります。後期高齢者医療費、あ、後期高齢者医療、 被保険者証の切り替え保険料の未納がない方被保険者証を7月末までにご自宅に簡易書類で郵送します保険料に未納のある方は窓口での切り替えとなります現在使用している被保険者証をご持参ください保険料に未納がありますと短期証での変更となります 続いて、後期高齢し、後期高齢者、あ、失礼しました。後期高齢者医療限度学適用、標準負担額、減額認定証の切り替えのお知らせです。住民税、非課税世帯の方が、外来受診や入院の際、減額認定証を医療機関や、 薬局などへ提出していただくと、窓口で支払う医療費の自己負担限度額や入院時の食事代が減額されます。すでに減額認定書をお持ちの方には、新しい減額認定書を非保険者証に同封して郵送します。なお、減額認定書をお持ちでない住民税、非課税世帯の方は、 窓口にて申請が必要となります。続いて、平成29年度後期高齢者医療保険料についてのお知らせです。平成29年度後期高齢者医療保険料の納付が7月より始まります。納付通知書は7月中旬頃に送付します。大事な保険料ですので、 納め忘れのないようにお願いします安心で便利な口座振替をお勧めします平成29年度の保険料軽減制度の改正について 1. 均等割額軽減処置の判定基準所得の改正均等割額の軽減処置のうち5割の軽減と2割 5割軽減となる判定基準所得が改正されます。えっ、ー、と、5割軽減の場合、世帯の所得、世帯総所得金額が、えー、基礎控除額33万円プラス27万円かけるの被保険者数以下の世帯、2割軽額 あ、失礼しました。2割軽減。基礎控除額33万円プラス49万円かけるの被保険者数以下の世帯となります。所得割額の軽減処置の改正。所得割額を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額が59万円。 8万円以下の方の軽減所得値は平成29年度に2割,2割軽減平成30年度に軽減なしとなります職場の健康保険などの非扶養者だった方の軽減処置の改正費用者の保険 被扶養者であった方については、特別処置として保険料の均等割額が7割軽減されます。所得割額は課せられません。詳しいお問い合わせは国民健康保険課後期高齢医療係内線21182128までよろしくお願いします。以上、ハイサイ沖縄シティ。 このコーナーは沖縄市の提供でお送りします。 さあ時刻は九時十三分を回りました。この時間は沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えします。 まずはお天気からですね。7月4日火曜日。今日の沖縄本島地方。太平洋高気圧に覆われて、おおむね晴れています。本島中南部の天気が晴れ、朝から昼前、曇り、ところにより、昼過ぎから夕方にかけて雨が降るところがあるでしょう。降水確率、朝6時から夕方6時、 夕方6時まで20%。そして夕方6時から深夜12時までが10%となっております。えー、日中の最高気温が32度。はい、今日も暑いですよ。えー、風は南の風。波は2.5メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。沖縄本島地方の沿岸の海域では波が高くなっています。 会場や海岸付近では、4日夕方までうねりを伴った高波に注意してください。はい。太陽出てきてますね、またね。暑いですよ、今日も沖縄は。皆さんの熱中症気をつけてくださいね。水分たくさんとってください。えー、続いて、道路交通情報。参、ま、りましょう。まずは、沖縄自動車道。はい。 えー、沖縄自動車道はこの時間渋滞混雑はないのですが、朝よりもちょっと規制が増えていますね。えー、っと、西原インターチェンジから那覇インターチェンジ間上り、工事のため規制がかかっております。そして、えー、キシトンネル、汽車場スマートインターチェンジ、こちらも上りですね、工事のため規制がかかっております。 えー、岸場といえば、北中城の方ですね。えー、そして八嘉インターチェンジから石川インターチェンジ間、上りで工事のため規制がかかっております。えー、ここは上り下りなんですけども、金インターチェンジですね。えー、こちらも工事のため規制がかかっております。金、宜野座間ですね。えー、そして宜野座から巨田。こちらもね、上り下り。 規制がかかっておりますので皆さん、えー、沖縄自動車道利用される際にはね安全運転でよろしくお願いします、えー、故障車もまだありますね那覇インターチェンジ下り故障車が1件あります気をつけてください、えー、続いて一般道朝よりはね渋滞混雑解消されてますね沖縄市 スムーズに流れております。そして国道58号線もね、朝の渋滞は解消されています。スムーズに流れております。えー、前原交差点から大蛇那間だけ少し渋滞してますね。えー、あとは朝に引き続き、西原トンネル、那覇、古島インターチェンジ間、北行き、南行き、えー、第一車線規制されております。ちょっと長めの規制ですのでね、えー、安全運転でよろしくお願いします。 はい。FM 小こさから見えるお天気、いいお天気ですよ。すがすがしいですね。でもまあ、こう木々、旗とかはね、登りとかちょっと揺れて、風はちょっとあるかなという感じですね。はい。今日は洗濯日和ですよ。そして絶対日焼けもしますのでね、皆さん、日焼けも気をつけてくださいね。はい。以上、この時間は沖縄町のお天気、道路交通情報をお伝えしました。 メールさあ迷わしい数生放送でお送りしております今日のトークテーマは使いたい魔法 ですよ。メール来てるのでご紹介していきましょう。こちら。青野軍団さん、ありがとうございます。今日のテーマ、使いたい魔法。いっぱいあるね。サーリー的には、青さんはまた、透明人間になって、あんなこと、こんなことを覗きに行くって期待してるでしょう。違うんだな。え、違うのうん、まさにそれ、あれ、想像してたよ。<laughs> 今だったら、 瞬間移動。イングリッシュって言うと、テレポーテーションって言うのできたらいいねって。あ、やっぱりテレポーテーションね。したらすぐサーリーのところに遊びに行けるさね。して帰った後はシして透明人間になる。結局なるんかい。<laughs> 素晴らしいド変態だべ。笑いって。<laughs> 素晴らしいね。もう透明人間のままでテレポーテーションしたらいいさ。<laughs> いいね。もうスーパーマンだね、それね。ド <laughs> 変態タだな。<laughs> もうそうなってくると、あの、こうセンサーつけるよね。青酸レーダーつけて、来たらピッ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 ピピってなる。<laughs> 来たっつって。<laughs> つけますのでね、その時は。<laughs> はい、こちら。ちゃんおかさん。サリちゃんめ、名ぐおはようございます。今日のテーマ、使いたい魔法。 使いたい魔法はたくさんあるけれども、魔法のようなこんな言葉を使うようにすると、他人や自分を許せるんじゃないかな。それは、まあ、いっかって言葉。まあ、いっかってすごい言葉と思うんだよね。みんなは多分真面目だし、きちんとやりたいし、責任感強いと思うから、まあ、いっかができない人がほとんどだと思う。完璧にできてないと自分を許せないって、 少なくともそんな風に思ってるんじゃないかな。だから必然的に自分を苦しめているのかと。えー、あまりたくさん、ただしあまりまあ、たくさんま、いかを使うと、それはそれで問題かもねって。まあ確かに、魔法の言葉だね。うん、まあ、いっかってたまにはね、こう、なんていうのかな、肩の荷を下ろすというか。 ね、考えすぎないことがね、一番かもしれないですね。うん。はあ、なんかこう、なんていうの、わからないうちに頑張りすぎてたり、自分で自分のハードル上げたり、っていうのあるからね。そういう時はね、一旦苦しい時は冷静になって、ま、これはまあ一かでもいいかなっていうのを判断する時間も必要かもね。 うん、はいいいですねちゃんおかさん素敵な言葉魔法の言葉まあいっかありがとうございますはい皆さん頑張りすぎるのはね体に良くないですからねほどほどにまあ沖縄の言葉でも似たようなことで「テゲ」っていう言葉があるんですけどネえネーズさんの歌にも「テゲーーはやさてゲー」ーっていう歌があってまあこれねあの 沖縄の人は定下、適当っていうような捉え方する人もいるんですけどまあそうじゃなくて言ったようにまあいっかっていうように物事はね何事もなんていうの適度にね頑張りすぎず定下、定下って日本語でなんていうのかななんていう適度に適当まあそう適度適当っていうような意味なんだけど、まあ、適度にっていうことですね。 頑張りすぎず、適度に、ね、力抜いていこうというような言葉ですね。提言。はい。いい言葉だね。<laughs> それも使いすぎたらダメだけどね。はい。ありがとうございます。えー、そしてこちら、北野リスさん。魔法使いサリーさん、おはようございます。言葉で、夢ちゃ、あ、意味、夢ちゃおじさん。夢、夢ちゃおじさんや、 意味おじさんのことかな意味 <laughs> おじさんやリスナーに元気や笑顔の魔法をかけてくれるサリーさん。愛してます。一生に一度のアイラビューの魔法。プロポーズは一度しか使いたくないですねって。ありがとうございます、北野リスさん。<laughs> 愛してますって。嬉しい。<laughs> 一生の一度のアイラビュー使ったのも、あ、いや、もったいない。 そんなりに簡単につかないでいいのに。<laughs> そうね。I love you のプロポーズはね、一緒に一度がいいですね。確かにね。は、プロポーズされたいね。いつされるかね、プロポーズね。どんなプロポーズがいいかな。うん、ロマンチックなのがいいな。<laughs> はい、ありがとうございます。 みんなでもあれだね。こう、魔法の言葉とか。みなさん、ロマンチストやんうん、いいね。素敵だね。はい。そして、かっちゃん。めぐうさり、緑茶、麦茶、三品茶、かっちゃんだよ。<laughs> さっき、スルーされた。他局でも大人気のかっちゃん、恋愛提供法2。<laughs> 入れてくるね。<laughs> 一回読んだからもういいかなと思ったんだけど。読んでほしいわけね。沖縄県は、 僕の高気圧で晴れまくっています。大好きな人の影響により、かっちゃんの気温が上がる上がる、オーバーヒートで熱中症に注意。32度。じゃあテーマに行くなって。<laughs> あげあげだね。いいね。テーマ、使いたい魔法。かっちゃんね、聞いて。やっぱり、サリーちゃん、今も可愛いけど、もっと可愛くする魔法だね。あとね、 大好きな人の分身をさせる魔法だね。分身させたら俺の彼女にできるさあね。ルン、以上だ。いや、わからんよ。分身させても別に、かっちゃんの彼女になるとは限らないですからね。<laughs> <laughs> はい。<laughs> 私を可愛くさせてくれるの、魔法で。お願いします。そういう魔法を使いたいよね。うん、めぐさりちゃん、ここでかっちゃんの、 10回クイズ。変わったね。あれじゃないんだ。なんだったうん、謎かけじゃなくなった。サリーちゃん、素早く答えるんだよ。じゃあ、いくよ。フルーツポンチって、10回言ってみて。フルーツポンチ、<started> フルーツポンチ、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 フルーツポンチ。じゃあ、フルーツポンチを逆さにすると、 うんと。いいよ。<laughs> 逆さに読めないから読まない。<laughs> 答えは、逆さまから読むんじゃないよ。放送禁止用語だよって。<laughs> はい。ありがとうございます。引っかかってないよ。サリの時計ちょうだい。しょっちゅう時計ちょうだいしないで。<laughs> 逆にちょうだい。<laughs> リクエスト。スリーグレイセスの魔法使いサリーめぐい。 魔女ョコメグでもいいよってそっかメグも魔女か <laughs> 魔女魔女対決ええー、どうしよう <laughs> 魔女コメグちゃんだそうだそうだはい探してみますありがとうございます魔法ね使いたいですね魔法を使ってさあの世界中の人の世界中の言葉を喋れるようになりたいね 世界中の人とこう会話できるようになりたい。よくない。英語喋ったり、フランス語喋ったり、中国語喋ったりしたい。それ、その知識を入れたいですね。脳みそにね、魔法で。そうしましょう。決定 <laughs> はい。ということで皆さん今日のトークテーマは、使いたい魔法でお待ちしてますよ。どんどん送ってみてください。はい。 リクエスト行きましょうか。ではでは、ここでリクエストをお届けします。恋するかっちゃんからのリクエスト。スリーグレイセス魔法使いサリー。 <laughs> <laughs> さあ今日のトークテーマは「使いたい魔法」でお待ちしておりますよメールアドレス761「@FMCOSA.jp」761「@FMCOSA.jp」でお待ちしておりますどうぞよろしくお願いしますはい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 ははいはい さあ、9時30分を回りました。この時間は、サリーの勝手に何でもランキング1 2,、2、3! イエーイさあ、このコーナーは私が勝手にね、毎週テーマを決めて、そのテーマに沿って勝手にランキングしております。まあ私のね、趣味思考、勝手な 独断と偏見で決めておりますのでね、皆様、ご了承ください。<laughs> えっと、今日はですね、もうこの季節ですよ、沖縄は。そろそろお祭りシーズンですね。夏といえばお祭り、花火でしょう。沖縄もね、結構この花火のイベントが最近はね、多いんですけれども、私が沖縄の花火、花火フェスティバルを今日は 順位つけさせていただきました。えー、これね、すごい悩むよ、やっぱり。もう全部1位なんだけど、うーん、みたいなね。<laughs> 悩んで、うん、頑張りました。では、えー、これが、えー、どうしよう。私のね、この趣味ね。では参りましょう。私の好きな、おすすめする沖縄の花火。 第3位は。海博サマーフェスティバルはい、ということで実はあの、私海洋博のサマーフェスティバルまだ行ったことがないんですけどもでもいろんな人によく聞くのが本当にやっぱり海洋博のサマーフェスティバルの花火1万発上がるのかな。 いいよよよってく、ね、く聞くんですよだからまだ行ったことないんですけども行きたいなと思ってあのお昼からね、まあ、お祭りビーチアトラクション海がね近いのでビーチア,アトラクションだったり人気アーティストのライブだったりあるんですけども夜になるとねこのサマーフェスティバルあのお、ま、花火大会になってこの花火大会がテーマを決めてこの花火を打ち上げてるそうなんですけども。 今年のテーマが、チラウ海水族館の開港記念で、海というテーマで花火をあげるそうですよ。7月15日、FM 小山のね、あの、スポーツ大会とかぶっております。<laughs> はい。海洋博サマーフェスティバル。あの、来場者数もね、年々増えておりまして、あの、やっぱりね、 混むみたいですよ。だから気合い入れていかないといけないんですけどもね。ぜひ、海洋博様フェスティバル、私も絶対行きたいなって思っております。はい。ということで、まだ行ったことがないのでね、口コミだったんですが、3位となりました。海洋博様フェスティバル。では、続いて参りましょう。私のおすすめする花火大会第2位は、 琉球海援祭はいもう沖縄といえばねここ数年琉球海援祭にぎわってあります日本で一番早い花火大会って言われてるんですけれどもね、えー、音と花火がこう融合したちょっとおしゃれな感じのね花火大会なんですけどもあのー、毎回ねこのパリコレとかのね デザイナーもされコシノジュンコさんがこうデザインを考えて花火師さんたちとねこう試行錯誤して打ち上げるコシノジュンコプレゼンツの花火がねまた見,の見どころでもあったりするんですけれども今年もねコシノジュンコさんのおしゃれな花火が上がっていたみたいですね。是、は、非、い、ね琉球開演祭まだ行ったことがない方はね行ってみてください。 素敵でですすよよロマンチックですよまたねここでもねあのステージの時間もあるのでねまた楽しめると思います。はい第2位琉球開園祭でしたそれでは私がおすすめする花火大会第1位は「シーポートチャタンカーニバルの水中花火」。 はい、これはねあの、まあ、隠れ隠れおすすめというか隠れ人気、はいまあ、あの琉球開演祭とか海洋博のサマーフェスティバルはねもう大々的にもう皆さんがよく知っている本当にあの大きな人気な花火大会なんですけどもこのシーポートチャタンカーニバルの水中花火がねまたね県内ではもうここだけでしか見れないと言われてるんですね。 海の上に海に打つんですよ。なのでこう海の水面にこう半円状にバーンって花火がもうだから普通花火は空に上げるから上を見上げるじゃないですか。でもこれは海にあげるから直線、ま、もう直線上に花火がバーンって上がるんですよ。でこの水面に上がるから水面にまたこう花火が反射して。 すすごく綺麗ですよ迫力がやっぱり空に上げるよりね海の方近い分迫力もまたあってこれはこれでね素敵ですよ水中花火ぜひおすすめですよシーポートチャタンこれもまた無料でね見れますのでね皆さん是非見てみてくださいおすすめです「シーポートチャタンカーニバル水中花火」うんあの何て言うのかなもう早い 時間にもうみんなやっぱ場所取り関取りしてもう知ってる人はね近くで海の近くでね見るとやっぱり迫力があるのでねまたエイサーもねやってますので茶ャ町の青年会がねエイサーを披露したりして本当に面白い楽しめるお祭りになってますのでねいろんなお店の おいしいものも出店しておりますので、ぜひ皆さんね、行ってみてください。もうこんな話したら祭り行きたくなるね。<laughs> 早く、ずりこないかな。はい。ということで、今日の私の勝手に何でもランキングは、花火大会でした。いみちおじさん、来週、海洋博の花火大会近くのホテルに泊まります。あ、いいはず。 会場には嫁さんの体調が心配だからホテルから見るかなーってああでもホテルからもね見れるみたいですねでも噂によるとその時期はホテルがすごく何倍にも高くなるという噂でしたけどもねはいでもねたまにはね贅沢してねいいですよねホテルにお泊まりしてねうんはいありがとうございますそしてあ青の軍団さんが 野国創刊祭りの花火も、どでかい花火でおすすめよって。あ、名群もあるよね。地元だよね。大きいんだ。そうなんだ。へ行ってみよう。ちなみに、私の地元、石川の石川祭りの花火もさ、超近いわけ。<laughs> やっぱ小さい場所でやるから、超近くて、たまにあの、この灰とか普通に降ってくる。<laughs> 花火の灰が。めちゃめちゃ近いよ。 おすすめです <laughs> えっと、海洋博花火大会の左側の家島を見ると数で小さな花火を上げてます家島も何かのお祭りしてるのかなそうなのよく見てるねはいじゃあ海洋博行くとき家島も見るのもねおすすめだね楽しみですねはいありがとうございましたこの時間は私の 何でも勝手にランキング123のコーナーお届けしました皆様お付き合いありがとうございましたそれではここで一曲お届けしますブルーノ・マーズで「24カラーツ・マジック」 マイオわし数8時から2時間生放送でお送りしております。今日のトークテーマ「使いたい魔法」メール来てるのでご紹介していきます。サリーメイグおはかむバック ムー <laughs> ネー先生です。繁忙期に入ったので毎日忙しくて大変です。汗。そうだよね。ムーネー先生のところ国際通りでしょう。相当忙しいね、今ね。使いたい魔法。当然ながら魔法を使えるならすぐに疲れを取るやつが欲しいです。それです。さっきも書きましたがとにかく繁忙期。 定時で休憩に入れず、定時で上がれない日々が増えて、休憩時間やオフの日はバタン休してます。今日は7月4日、なしの日。悪いことなし、疲れなし、いいことありの一日となりますように、ハバーナイス a ーって。ありがとうございますもね、ね先生。いつも素敵なお言葉。 はいそうねもうこの時期夏になると沖縄観光シーズン観光協会はもう大変ね忙しくなりますねでももうこの時期に頑張ってねもう稼ぎ時期ですからね <laughs> 頑張る時に頑張らなきゃですね宗先生でもあれですよ頑張りすぎもうくないですよ本当にねあの本当にバタン球してしまったら元もともこもないですのでね 時間を見つけて、休み休みね、上手にね、頑張っていきましょう。はい。悪いことなし、疲れなし、いいことありの一日となりますように、だね。ありがとうございます。疲れが取れる魔法は欲しいね。はい、疲れなくなった、みたいな。はい、元気、みたいな。それいいね。どんどんアクティブにいけるもんね。そんなんね。欲しいね。 <laughs> これでもあれ,あれだはずね疲れが取れる魔法とかもうあれだね大人になればなるほどその魔法が一番欲しくなってくるんだはずね <laughs> 子供の頃魔法使いたい使えたら何使うって言ったら絶対ねみんな空飛ぶとかさなんかどこでもだとかって言うと思うけど疲れ取るのはもうリアルのやつね <laughs> はいありがとうございます続いてトムさんもうすぐ 二十歳ということは、十代最後の放送なんですね。うん間違えたこれ。サリに送ってない。<laughs> 間違えた。サリもうすぐ二十歳ってバラしたっけと思った。な <laughs> んでわかるのと思ってびっくりしたさ。<laughs> はい、こちらですね。カジさん。ありがとうございます。使いたい魔法。それは沖縄に一瞬で飛んでいける魔法ですね。 それがあればいつでもサリのライブに行けるんですけどね笑いあー沖縄に行きたいって <laughs> いやカジさんそうでなくても割と一瞬で沖縄に来てますけどね二 <laughs> ヶ月に一回ぐらいはね来てくださってますよねこないだお会いしたばっかり <laughs> なのにもう沖縄病なんだねありがとうございますいつもねカジさん来るたびにねいつもさこう美味しいお土産を持ってきてくれるんだけど この間持ってきてくれたブローニーブラウニーめちゃくちゃ美味しかったあれはいいつもありがとうございますもうね沖縄に永住したらいいさ <laughs> はいカジさんねまあ一瞬で飛んでいける魔法は確かに欲しいですねうんみんなやっぱテレポーテーションが欲しいんだねまあ電車とか車とかね通勤ラッシュ大変だからねうん 続いてこちら。おはよう、サリーさん、めぐみさん。今日もおかしなラジオネーム。<laughs> 銀のトロンボーンです。<laughs> 大丈夫だよ。もっとおかしな人たくさんいるからね。<laughs> メッセージテーマ。使いたい魔法自分は時間旅行と瞬間移動の合体した魔法かな。過去へ行ったり、未来へ行ったり、いろいろ。ああ、いいですね。 あ、はあ、今度何だったタイムマシン的なね、ドラえもんで言う。行きたいね。過去、ああ、過去ね。過去に行けたらどうするかね。いろいろなんかね、今思うと恥ずかしいとかやっちまったっていうところをね、もみ消したいよね。<laughs> 未来か。未来はな、でも、未来は、行かないでいいかな、サリーはね。 うん、未来は楽しみにしといた方がいいななんか知ってしまうと楽しみがなくなっちゃうからね過去のあのソ相はもみ消したいけど <laughs> はい時間旅行ねやってみたいで魔法が使えるとねでも確かに過去には戻りたいかもですねあの楽しい時間とか止めておきたいよね <laughs> 飲み会のこの一番楽しい時の時間とか止めておきたい。<laughs> はい。あとなんかあのなんていうのこの記憶がめちゃくちゃ良くなる魔法とか欲しいね。<laughs> かわい,い <laughs> 今の FM 小座の前をさ保育園生の子供たちがいっぱい乗ったバスが通っていたかわいかった。<laughs> <laughs> はい。まあ魔法はね 憧れますよね夢見ますよね <laughs> ドラえもん本当にできないかな早くドラえもんできるの待ってるのにまだ <laughs> 誰か早くドラえもん作ってください <laughs> よろしくお願いしますはいお知らせ行きますよもうあれですね来週だねスポーツ大会昨年ね好評いただきました <laughs> FM 講座のスポーツ大会今年も開催いたしますよ 7月15日の土曜日です。今回の種目はドッジボールです。懐かしいね。お子様や女性の方にはハンデをご用意させていただきますので、安心してご参加ください。7月15日土曜日、受付が12時30分、開会が午後1時、閉会は4時となっております。場所は沖縄市運動公園多目的運動場。 参加費は無料ですよ、えー。ご参加にあたりましては、事前のご予約が必要となります。えー、直接 FM 講座に来局していただくか、電話、メール、いずれかの方法でご応募ください。皆様、早めのご,ご応募、ご協力お願いいたします。お電話番号、098-934-8653、098-934-8653、 メールは 761-fmcoza.jp です。懸命にスポーツ大会参加希望本文にはお名前と参加者全員の名前人数そして代表者の連絡先を書いて送ってください。皆様でスポーツ大会楽しみましょう。<laughs> FM コザよりお知らせでした。 はい。そしてプレゼントのお知らせもありますよ。リスナープレゼント。FC 琉球の試合観戦ペアチケットを先着で5組様にプレゼントいたします。お、これも7月15日なんですね。<laughs> スポーツ大会とかぶってますね、えー。7月15日土曜日、試合開始が19時。 会場は沖縄県総合運動公園陸上競技場対戦相手はイラバンツ北九州です5月から7戦無敗と波に乗る FC 琉球今季が最後となるホームでの公式戦をお楽しみくださいチケットの希望の方はメールもしくは電話でご応募お願いしますメールでご応募の際は懸命に fc 琉球チケット希望本文にお名前、ご連絡先をご明記の上、メールアドレス761アットマーク f m 小 u z a j p までご応募ください。お電話番号098 934-8653までよろしくお願いします。当選者の方には連絡を持ちまして発表させていただきます。以上、f m 小 u よりリスナープレゼントのお知らせでした。 はい。うん。でもまあ、間に合うんじゃん。あの、スポーツ大会4時に終わるさ。行って、スポーツ大会参加して、で、そのまま試合も見るという、ね、いいんじゃないでしょうか。スポーツの日だね。はい。ぜひ皆様ご応募ください。よろしくお願いします。さて、はい。もうエンディングですね。今日も皆様、8時から 10時まで2時間生放送ありがとうございました。もうあの朝のね8時台は私完全に鼻も詰まって。<laughs> まだ喉も起きてない状況でね大変だったんですけれどもありがとうございます。はい。今日のトークテーマは使いたい魔法。皆さんいろいろありましたね。盛り上がりましたね。そして123は花火大会でしたけれどももうそろそろね、あちこちで花火が上がる季節ですよ皆さん。 浴衣姿見びる方でね。いいですね、みちおじさん。楽しんでまいりましょう。それでは皆様、今日も一日元気に楽しく過ごしてまいりましょう。今日のお相手は、サリーとミキサーは、メイクが担当してくれました。それでは皆様、また来週お会いしましょう。バイバーイ